好きだよ。トーマのことが好き。言った、告白した、好きって言ったよ。はい、トーマが元に戻ってくれて嬉しかったし、トーマに逃げられて悲しかった。私もそばにいてほしいし、そばにいたいと思う。あの時のトーマが怖くなかったって言えば嘘になるけど、でもね、クオンを通してトーマの心が見えたよ。トーマの心の底にある気持ち、ずっとずっと一人で抱え込んで悩んできたこと、誰にも言わずに一人でずっと悔やんで苦しんで自分を責め続けて、それでも頑張って刀を振り続けてきたこと、私隣にいたのに。トーマは強かったから、笑っていたから、気づいてあげられなくてごめん。息を吸い込んでぐっと涙をこらえた。絶対に泣いたりなんかしない。でもね、少しでもトーマの支えになれてたんだって分かって嬉しかった。なんで？え？だってトーマは俺の大事な親友だから、私にとっても大切な人だから、なんでこんなさ選択肢出す？え？これはさ、あれか？友情エンドか恋愛エンドかってこと？てか一人称俺になってるし、いや最初は恋愛だよ。最初というか恋愛で行きたいよ。まあ友情エンドはいつか見せます。多分恋愛エンドが終わった時に見せます。今はしたら、だってトーマは私にとっても大切な人だから、私にとっても大切な人だから、トーマのこと誰より大事に思ってるから。それに正直に言うとね、ちょっと嬉しくもあったんだ。嬉しい？うん、そんなに思ってくれてたんだって。ごめん、不謹慎だったってことは分かってるんだけどさ、でも嬉しくて、それからちょっと悲しかった。操られてる時じゃなかったらって思ったし、ちゃんと女の子として聞きたかったなって。私そういうのかなり鈍いみたいで、そんな危機一髪の状況になるまで深く考えたことなかったんだけどね。もしトーマが暗示にかけられなかったら、私は自分の気持ちに気づかないままこの学校を出て行ったかもしれない。だからいいんだよ、この思いに気づくことができたんだから。今の気持ち全部多分ちゃんとトーマに伝わったと思う。うん、言ってすっきりした。言わないままだったらきっと後悔した。笑う私をトーマは不思議そうに眺めた。その視線を受けながら勢いよく立ち上がる。じゃあそろそろ行くとしますか。え、行くの？行くってどこへ？黒幕大ボス、ラスボス退治。私は中庭の方を指さした。中庭の方を指した。よどんだ、歪んだ気がここからでもはっきりわかる。ずっと探してた流血、さっき見つけたんだ。中庭の奥にあったお社、あれが流血を封じる封印だと思う。あれを再封印すればきっと怪現象も止まるはずだよ。トーマが目を見開く。あれは、あの社は俺が高谷と取っ組み合いになった時に倒しちまったんだ。元に戻そう。そうだった、クオンを通じて一瞬見えたあの喧嘩、あの時三代くんごと社を倒しちゃったんだ。そうだったんだ、それで封印が。社は見た限りかなり古くなっていたから、放っておいても
封印は破れていたかもしれない。でもそのことを言ったってトーマには慰めにもならない。自分が封印を解いて私が戦うきっかけを作った、それは事実だから。はっ、なんだ、結局みんな俺が一番悪いんじゃねえか。トーマ君、俺のせいでお前を、俺は守るって言っときながら結局苦しめることしかできねえじゃねえか。トーマ君、自分をそんなに責めないで。そんなことないなんて言ってもトーマは聞かないだろう、聞かないだろう。巡り合わせって言うんだよ。確かにトーマがお社を崩さなければこの事件は起きなかったかもしれない。でもそうしたら私はここにはいなかった。男子校に入る機会なんて一生なかっただろうし、こんな思いを知らないまま一生を過ごしたかもしれない。トーマともユートとも剣道部の部員やクラスメートのみんなともきっと出会うことはなかった。確かに辛い目に遭うことはなかったかもしれないけど、みんなと一緒に喜んだり笑ったりすることだってできなかったでしょ。今の私にとってはその方がずっと辛い。できるならずっとこのまま、そう思ってしまうほどに大切な時間だからって、巡り合わせの中から自分が欲しい部分だけを選び取ることなんてできないんだよ。だから私後悔はしない。この巡り合わせを恨むことも絶対にしない。タイマシになったこと、この学校に来たこと、みんなと出会ったこと、トーマと出会ったこと、それに悔やんでいるだけじゃ前に進めないもの。どんなに後悔しても取り返しがつかないなら、後悔を増やさないよう先に進み続けるしかないでしょ。そんなことないよ。ううん、トーマにだってできるはずだよ。私は信じてる。トーマはそれだけの力を持ってるって。ねえトーマ、もう一度力を貸してよ。私もトーマのこと支えるから。だから私と俺と一緒に最後まで戦ってくれよ、トーマ。かっこいい。カナメ。トーマの目に迷いの色が浮かんだ。さまようように揺れ動いた視線が床へ落ちる。ダメだ。俺は一緒に行けねえ。なんで？行けばきっとまたお前の足引っ張っちまう。トーマ君。剣道の時みたいに。逃げて逃げて、真正面から戦えない。また逃げるって言うの？そっか。立ち上がってほしい、一緒に戦ってほしい。でもそれを強制する権利なんて私にはない。わかった、無理ってごめん。そっとトーマの手を取る。震えている指ギュッと握りしめて笑った。じゃあ行ってくるね。駆け出そうとして足を止めた。最後に一つだけ迷ったけど、後悔するのは嫌。私ね、トーマに会えて本当に嬉しかったよ。なんか死亡フラグっぽいな。言い終わると同時に社に向かって駆け出した。足を止めると動けなくなりそうだったから。ここにトーマくんいてもよかったんだけどね。待てよカナメ、行くな。トーマくん。トーマの声が聞こえる。引き止める声、心を絡め取られそうになるけど、でもこれは仕事だから。そのために私はここに来たんだから。
にに行くやつのセリフじゃねえか、あれじゃ。そうだよね。くそ、この根性なしが。俺はチキンだ、卑怯者だ、臆病者だ。トーマ君、要が必死で戦ってんのに俺は一体何やってんだよ。怖くて戦えなくて、こんなところで震えてるだけじゃねえか。俺のせいで要が命を懸けて戦う結果になっちまったっていうのに。そんな自分を責めないでよ。これじゃ何のために、俺は今まで何のために剣を振ってきたんだよ。トーマ君、案の定、社でそれは待っていた。それ?あ、もしかして三代くんか?トーマをはめたやつが簡単に見逃してくれるなんて思わなかったけど、私は刀を抜いて身構えた。そこに立つ見慣れた姿、あんな暗示を使うような輩だからきっと太刀の悪い仕掛けを用意しているだろうと予想はしていたけど。え?ユウト、君も操られてるの?これはユウト君と話してる時は男の子口調でいっか。いやー、もう完全に目がいっちゃってんじゃん。これさ、私が前に想像した終わり方しないよね。だとしたら嫌なんだけど。今のユウトからは人間らしさが感じられない。まとう空気は暗い狂気をはらんで彫像彫像、人の形をしていて人とは確実に違う。まがまがしい魔の気配。この気配、覚えがある。これはあの北村先輩を襲った魔物の。いつから疲れていたのか、どうして気づけなかったのか。これだけ濃い魔の気配を振りまいているならそばにいて気づかないわけがないのに。へっ、あんなカス野郎なんか痛い目にあって当然だろ。死ななかっただけ感謝してほしいぜ。怖い怖い。それはあの人たちが剣道部の邪魔をしていたから、それとも君の可愛がっていたニャーちゃんを傷つけたから、どっちもじゃない？どっちも同じことだろ。ったく、人の弱みにつけ込むわ、弱いやつをいたぶるわ、ゴミクズどもは俺がみんな叩き潰してやる。やめてユウト君。悪鬼の表情で楽しげに吐き捨てる。叩き潰すって余裕だったぜ。なんだか知らないけどすげえ力が湧いてくるんだ。まったく最高の気分だぜ。実に気持ちいいもんだ。わかるだろ、神楽坂。わからないよ。わかるわけがないし、わかりたくもない。弱い者いじめをする奴らを叩き潰す、そう口にするユウト自身がより強い力を、圧倒的な力を持って、圧倒的な力を持って行うというのなら、理由はどうあれやっていることは同じ。綺麗事を並べ立てたって虐げたという事実は変わらない。その矛盾にすら気づかない。完全に魔に取り込まれて同化してしまっている。ユウト、そんな力に満足しちゃダメだ。魔の力に突き込まれて周りを傷つけて体も魂も蝕まれていくだけなんだよ。嫌だね、この力は手放せねえ。ユウト君、叫んでも無駄、思いは届かない。この力があれば剣道部も俺が守れるんだ。無力感と焦燥感、短い時間に何度も味わうのは辛い。神楽坂、お前邪魔なんだよ。私、質量さえ伴っていそうな質量さえ伴っていそうな壮絶な眼差し、射抜かれて息を飲んだ。どうして
お前じゃなきゃダメなんだよ。ユウト君、何言って。トーマの隣は昔からずっと俺の場所だったんだ。もう嫉妬しちゃってるよ。恨み、妬み、憎しみ、深く鋭い負の感情が突きつけられる。後からシャシャリ出てきたてめえがでかい面さらしてんじゃねえよ。そんなことしてないよ。人の居場所を奪っておいて今度は友達面で説教か。そうじゃないよ。盗っ人たけだけしいってのはてめえみてえなの言うんだよ。盗っ人って言葉が胸に刺さった。私がユウトを追い詰めた。ユウトの居場所を私が奪った。私のせいなの？嫉妬、それは魔が好む最もつけ入りやすい感情。ユウトの居場所、それはトーマの隣、親友という名の特別な場所。奪ったつもりなんてない。トーマもそんなつもりはないと思う。でもユウトは、ユウトから見ればいきなり現れて割り込んで親友と過ごす時間を奪い去った。ん？乱入者？これ乱入者か？邪魔だと面と向かって言われれば辛いのは当たり前だけど、でも妙に納得できる気もした。トーマとユウトは本当に仲が良かったから、ああいうのが親友って言うんだなって、そう思って。羨ましかったのは私の方なのに。男同士の友情なんて臭いセリフを持ち出したくなるくらい。バカだよユウト。つぶやきはユウトの耳に届いていない。あ、届かなかった。届いていたら激発したかもしれない。そうだね、今にも襲いかかってくるよ。今は余裕の表情、首をゆらゆらと揺らして笑う。怖いって。お前この力の源を消そうってんだろ。知ってんだぜ。なんで？だけどそうはさせねえ。え？力の源、流血の封印、今の言葉で確信が持てた。ならあとはユウト君とも戦うの？お前だけは半殺しじゃ済まさねえ。徹底的にぶっ壊してやるよ。怖いよ。ユウトは力を欲しがっていたんだ。強い力があればトーマの隣にいられる、そう思って。間違ってるよ。死にやがれ神楽坂。戦うしかないのか。上段に構えた木刀が振り下ろされる。木刀持ってたの？いった。受け流すのが精一杯。前に受けた時とは段違いの力。いやー、もう目が怖すぎる。動きに隙がないわけじゃない。戦い方自体は変わっていない。力で押すユウトの立ち筋、それは読むことができる。でもどうした、神楽坂、その剣はおもちゃかよ。違う。この剣でユウトの体を切りつけることはできない。そんなことをすればユウト君が大変なことになっちゃう。私のこの手でユウトの生命を奪ってしまう。うわ、そっちは奪いたくないね。ユウト。それを避ける方法はただ一つ。どうにかして憑依している魔物とユウトを分離すること。でもどうやって？暗示をかけられただけのトーマと違ってユウトは完全に憑依されてしまっている。それを引き離すには。手抜いてんじゃねえよ神楽坂。引き離すにはどうするの？斬撃を避ける。足が重い。さっきの戦いの疲労がまだ全身に残っている。膝が笑う。体が震える。それでも逃げることはできない。せめて魔の
魔物の意志と優斗の心が離れるだけの隙を作らないと。うん、お前もトーマに見捨てられたんだろう。いい君だぜ。違う。うわ、怖い、怖すぎる。光がない。そんなことない。トーマは私も君のことも剣道部のことも何一つ見捨ててなんかいない。私って言っちゃったよ。やっぱり男の国長じゃなくて女の国長の方がいいか。面を狙う動きを読み、地を踏みしめて受けた。至近距離に嘲笑う表情。ザレ事はあの世でほざいてな。これはもしかしてトーマくん来るか。次、私の想像だとそんな感じなんだけど。ユートのものとは思えない。思いたくない。なんだっけ、なんて読むんだっけこれ。狂気、狂気ではないけど、狂気が立つような邪悪な笑み。跳ねのけて、跳ねのけての逆かさ。ん？逆かさは牽制。あっさりと退いたユートは間合いを取った。刀を下段に構えてまっすぐに見据える。向こうは上段。その余裕が尺に触った。なんだよ、ビビってんのか。逃げたきゃ逃げてもいいんだぜ。誰が逃げるか。誰が。ユートはトーマが剣道部を離れたことが許せなかったんだろうか。トーマが自分も剣道部も切り捨てて私を選んだのだと思って。うわ、やられた。ギリギリで避けたつもりだった。木刀は体に触れなかったはずだ。にもかかわらず制服が裂けていた。血がにじみ出て地面に垂れ落ちる。痛い。大丈夫。かまいたち、そんなことできんの。こちらの動揺を目にしてユウトが笑う。油断していた。北村先輩は切り裂かれたような傷を負っていたというのに。ああ、そういえば。いい面してるぜ、神楽坂。ぼちぼち、その剣を使おうって気になったか。ぐっと刀の柄を握りしめた。このままではやられる一方ならどうする。峰で撃てばそれくらいは許されるだろうか。もう峰打ちで行こう。優斗を傷つける。傷つけなければならない。ん、傷つけなければならない。ああ、いいんだ。俺の一本や二本は折れるだろう。優斗が正気に戻る可能性はかなり低い。それどころか致命傷を負っても動じないかもしれない。魔に取り憑かれてる今、痛みを感じるかさえ怪しい。俺を倒したきゃその刀で切ってこいよ。そうじゃなきゃつまらねえだろ。切っちゃったらまずいことになるよ。挑発には乗らない。冷静に考えなければダメだ。どうにかして魔を切り離さないと。そらそら、殺せ殺せ。殺さねえと俺がお前を殺しちまうぞ。怖いって。一撃が重い。手に足に見えない歯が傷をつける。膝を折りそうになって歯を食いしばった。大丈夫。いつまで遊んでんだよ、神楽坂。その剣叩き折っちまうぞ。それだけはやめて。クオンは使えない。トーマにかかっていた暗示は解くことができても、ついた魔を払う力まではない。使えるクオンは持っていない。強い術も使いこなせない。ずっと剣だけを振るってきた。そのツケを今日一日でどれだけ払わされるんだろう。
せめて少しでも揺らいでくれれば、そうすれば使える術もあるのに。そうなの？がくりと体が傾いた。膝を地面について目を見開く。ハバよ、神楽坂。え、とどめを刺そうとしてる？ユウトが勢いよく踏み出し、私は剣を頭上に掲げ、ん？高らかと振り上げられた木刀が固く目を閉じ身構える。勢いよく振り下ろされ、衝撃を腕に受け、え？なかった。え？もしかしてトーマくん来たか？